ックスアラオ店にやってまいりました。アラオ店ということで皆さん朝パチ朝スラです。はい、まあ気も新たに、はい、今年最初のアラオ店での朝パチ朝スロだから、はい、そういうことで、はい、何打つ、そう何打つか大事ですよ。僕はもう北斗しかないんです。それしかないんです。嫌なんですかそれ。ゆるちゃんは北斗しかないと。そう北斗しかない。木村は2人今年もだ、いつもスロットばっかなんで、うんうん、まあたまにはね2人でパチンコ朝からね。いいじゃん。こんなにもう寒いじゃん。うん、ちょっとあったかい気分味わいたいから。なるほどなるほど。沖海フロア。ああそうしよう。したらじゃあ沖縄気分で頑張ると、うんうん、そっちどうする。こっちは 赤かぶり。赤かぶり。俺注意したよね、かぶるなって。いや2人一緒に打つ。いや打たないそこまでかぶせる。俺は打たない打たないんだ。どうすんの。僕ほんだら軽くジャグラーで軽くですね。ピカっていうところで繋がってんだね。ここだけがね。俺は置き時しかないんです。ないパターン。置き時しかないです。しかない。はい、置き時しかないです。じゃあ俺は三種類打とう。これ打ちたい。打ちたいやつがあるわけですね。この番組を利用して打ちたいだけなんで。もちろん。やっぱり打ったことない台って楽しいじゃない。確かに。で俺はその楽しさを皆さんにお伝えしたいと思います。はい、はい、ということで皆さん記者も決まったことで、私はリポートで皆さんの状況を見ていきたいと思います。はい、それではみんな頑張るぞ。ここのね、おきどきはスロットを打つ人の朝一番の大体6割から7割ぐらいの人がおきどきに駆け込むという、そういう現象で、もうね朝喋ってる場合じゃないの。駆け込み一番、これがねもう32回転までカニ歩きしたらどれかが引っかかるっていうぐらいね、ちょっと朝大事な、まあ、これがうまいこといけば夢みたいな映像が見せれるんじゃない。あ違う、これは違うと自分で言い聞かせながら台を変わる。上げ、ここね、上がってんじゃねえの、上がるんじゃない、こう、3日間悪い、なかなか3日間悪い台は穴はあんまりないからね。さあ、今回もですね、荒尾店では北斗の修羅をで、据え置きという感じで狙っているんだけども、昨日がかなりいいんですよね。累計で3300で初当たり19だから、据え置き狙いなので朝一の降格狙いではないということで、まあ降格でね、終わっている場合もあるでしょうけども、多分まあそういうパターンではないと思うので、逆に定格でもそんなに気にしなくて打ち続ければいいかなと。あとは初当たりの、ね、出方であったり他の子役であったりとか、ちょっとそういうのを見ながら実践したいと思います。もうね、私の見せ場終わっちゃいましたよ。ね、1000円ポイントしかまだ使ってないんですけど、本当に普通のリーチ で、うん、でちょっと目が炎だったぐらい。そうそうそう、あかねちゃんどうなの。いや、うちは全然当たる気もせず、なんかモード1ハイビスカスモードにしてて、まあでも今なんか全然よく分かってない、まだ熱いリーチとかにも行ってるわけでもなく、もう淡々と回してるだけです。俺だけね、俺だけ、まあ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 、待って待って、まあ300回転ぐらいまで当てるか。加速ぞ、加速装置、本日はまあ朝からちょっとジャグラーを打っていきたいと思います。で、まあ作戦っていうか、よく言ってるじゃないですか、前日出た台を狙っていった方がいいっていうことで、昨日出てたので狙っていきたいと思ったら、まあつきました。で、150枚で115回回ったんかなっていうことは、まあまあありだと思います。怖えわ、なんかほらビック
けて角を打って1台開けてここ来て、うわ、ついてない時はあえてなんかこれが当たるんじゃない、これもしかしたら今日は朝はついてない日なのかもしれん。ということで、なぜ間を飛ばしてここに来たというね、これが間違いなんだというものをちょっとやってみよう。こういうことがあるんだよね。なんでこの台を、もしもこの台に人が座ってたらもうやられちゃうっていうね。ちょっとなんかリプレイが粘る、リプレイ粘るよぞこれ。わ、来た。こんなもんなんだよね世の中ってね。もう朝テレビでね、パチンコ打つ前ね、テレビ見て占いがあまりよろしくなかったら自分が打ちたくない台をあえて打った方がいい。不思議なもんだよねこれね。ちょっとスタートダッシュが遅いんですけど、全然ね、レア役を引いてなくて、チャンス目で多分上がったんじゃないかなっていうところで氷水化を引いて当たったみたいな感じです。まあ、というわけで初当たりに相当かかってしまいましたけど、とりあえずは、ね、とりあえずもうちょい初当たりが通常時にあってもいいのかな、ね、強気だったらね。これが昨日なんです。ちょっとやっぱ俺持ってるぞ、やっぱりたった1回のチャンスでかなちゃん光るし、これもう天国ぶっ込んだんやない、これだからやっぱね朝一なんだよ時々は。のんびりしてたら急に呼ばれたんだけど、いいことがあったってことだよね。いいこともあったけど、今からちょっと壁にタイムが始まるから、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。何壁にタイム、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。邪魔するとこだったね、危なかった。ちょっと邪魔するとこだった、危なかった。さあ、天国へ導いてください。足元に広がったたくさんの水だけ。過去にさらなる恐怖が迫る。あれ気のせい。いや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 。初めはテラフォーマーズを実践していたパッチ王、最終的には宣言通りの3機種目、このぐらい水の底からで大当たりしました。怖くなった、ドキってなった怖いだろ、当たり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 、ほら私死にます。当たったんで、結構大変だったんですか、初当たりはね。結構大変だったんですよ。朝一はどうやって立ち回ったらいい感じなんですか。今回はちょっと昨日のデータが良かったからこういう形でね。だから
配置の降格っていうものはないわけだよね。要するにリセット狙いではないからさ、まあ据え置きで前日降格でやめている場合は、まあ、降格スタートになるわけなんだけども、それ以外はないから朝一はそんなに得点がないんだよね。だからちょっと投資は覚悟してたんだけど、投資以前にさレア役を引けなくて何にも起きなかったんだ。何も起きなかったんだ。じゃあレア役引けたらすんなり当たった感じですか。そうそうそう。誰でやるんですか。玉が。そうだ、3個。玉がたまんないんだよ。やばいやばい。やばいね。ああ、いけた。おお、ここで出てくれた。ってことは。じゃあさ、いいよ。いいですよ。叩いていいよ。逆秒神扱いされてるから、これで当たれば克服できるかな。叩いていいよ。レバー叩いていいよ。大丈夫。え、いいよ、押して。サッキーナという方がですね、僕の後ろに立っているとすごく負のオーラが出てきてですね、あれこれ当たるんじゃないっていうパチンコの演出ですら全て外してくれるんですよ。結構浸透してるんですよ、ドラゴンさんが言うことで。ね、いなくなった瞬間当たるんですよ。早くどっか行ってください。じゃあフェードアウトします、はい、もう来ないでね。はい、ベリアマックスアラオ店の近隣のお店カフェレストランエトワールさんを紹介したいと思います。どうぞ。ベリアマックスアラオ店から徒歩およそ5分のところにあるレストランエトワール。リーズナブルな価格の日替わりランチや韓国料理など幅広い種類のメニューが充実。特にサムギョプサルと豆腐のチゲは絶品です。ぜひご賞味ください。創業39年のエトワールに皆さん足を運んでみませんか。近隣のお店を皆さんも PR してみませんか。ホームページからご応募お待ちしております。あら、移動しました。なんで移動したんですか。なんていうかな、機械が変わったみたいに子役がそのままになった。いきなりダメになっちゃった感じですか。そう、いきなりね、全然回らなくなった。なんかよくあることない。あるある、流れが変わっちゃう時ありますよね。で、昨日一番出てたらしいから番組で言ってるやろ、いつも据え置きを狙ってくださいって。その立ち回りをやってるわけですね。そうです。でも、光らない。でも、遠くから見てたら光ってるんですよ。うるさいわ。これは俺の頭やないか。いや、だから来なくていいんだって。あれあれ。だから来なくていいの。あなたがいなくなると、すぐ当たるの。ね。早い。早いんですよ。予想見してる。さっきよりさらに少ないじゃんかよ。勝負玉に行こう。あなたが来てから全部乗っからないんだ。全然見てる間にはたまんないですね。たまらない。頑張れ。2個でどうしろと。今こそガオーとの約束を果たそう。この大当たりも残念ながら2回で終了。しかしきっちり見せ場は作ってくれました。おめでとう。当たってるじゃん。そうなんですよ、よかった。今日の調子は。今日初当たりが1000ポイントで当たって。よかったんだ。あかねちゃん、決意起きてる。いや、バッチリ。もう起きてます。もう起きてるよね。もう起きてる。ちょっとなんか違いがあるような気がするんだけど。もう300ゲームぐらい回してるんですよ。
ゆちゃん1000ポイントでいっぱい出たんじゃないの、うん、いっぱいではないんですけどね。あでも結構出てるね、出ました。ベルヤーマックスアラオ店、このねカウンター前に今いるんだけど、見てそこの素敵な大人女子っていうタイトルで女性向けの製品がいっぱいあるんだよね、ちょっとそれを紹介したくてついてきたわけよ。かわいいデザインの、かわいい、ええかわいい、かわいいよね。よく見たらハート、隠れハート発見しましたよ。隠れミッキーみたいな隠れハート、こういうの女子好きだよね。好き好き。これこっちはマスクだね、小顔見えマスク必需品じゃない、マスクするじゃん、防寒のためにも風邪予防のためにも、風今流行ってるし小顔に見えるって。これだね、スチームクリーム、これがめっちゃおすすめみたいなんだよ。こっちが結構お買い得、お買い得って言い方だよ。400円これを今日交換して帰ろうかなっていうのどう？いいんですか？じゃあこの棚全部もらいます。腹巻き？あ、腹巻きじゃあさっきなさんに買ってくれんの、うん、お腹冷やしたらね、ちょっとさあ女性のお客様、ベルヤーマックスアラオ店にいらっしゃった際にはぜひこのねカウンター横の女性向けのこちらの景品コーナーご覧ください。結果発表、よしお疲れ様でした。さあ皆さんそれぞれどうでしたでしょう、あれ何かが変わった、何か変わりました、何にも違和感ない よ, ないですよ。いや変わったというより、はい、完全に同化してるよ。結成するかもう、ここまでふざける時っていうのは結果良かったんだろう。そういうこと、あなるほどね、あ聞いてくれますか。まあここ現れてんで俺負けないですね。っていうか置き時がいいんじゃないですかね。置き時しか多分ここ1年打たないです、現れでは。出た、置き時しか打たない。いや嘘。ほんでお隣さん、あペッカーリの方は、1000ポイントで40回もあるんですよ。おすごい。でもペッカーリ1回しか、あいやいや1回でも頭ペカってるからいいんじゃないですか。これでチャラしてくれる、はい大丈夫です、大丈夫。いやケンシーの方もいたら太陽が向こうでめっちゃ眩しい。一方まあ当たったんですよ、うん、当たったんですけど、このサッキーナが後ろにいる時には連チャンしなかったり、惜しいリーチで外れたりとかすごく多いですね、で、いなくなったんですよ。いなくなったらすぐ当たったんですよ、で、また当たってると思って見つけて行ったんですよ。見に来て単発でした。それはもうひどいでしょ。ぶっちゃけですね、あれですよ、あの番組じゃなくてこれ仲悪いですよ、本当に。でもいや、実はね、というサッキーナなんですけど、僕もずっとついてなかったですよ。ところがサッキーナがインタビューに来てくれて、うん、そしてさっきなんか去った後にすぐ当たったんだよ。いやだからこれみんなやってますから。これさっきなんかホールに行ったらみんな手止める。うわーと、まあ、まだおるさっきなまだおる。ところがやそうで、その後が大事、また落ちがある。実は11連チャンしたんです、ね、おすごい、すごい。でこれは僕ね諦めて終わったなと思った時にさっきなんか来てくれて、うん、直しまったかパキヨーなんて。いやもう終わりそうなんだよったら、あー復活、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 復活の嵐。まあ俺はさっきなはラッキーガールそうです、ね、はい、ね、そうなんだ。でも2人はどうだった、うんうん、海は私は一回も当たんなかったんですね。パッて見たらさっきなさんやっぱずっと当たりちゃった。今回は完全にさっきなの薬病そんなこと言うんじゃない。俺はこれだよ、かわいそうだね。さっきなはもう俺のもうマスコットなんですよ。完全に手で動かしようよ。そんなことはさっきなのすごい、完全に振り回されてる。すごいな、ほんのぞ動くよ。危ないですね。でどうだったの。私はもう結構早い段階で当たって、ただ連チャンはしなかったんですけど、はいはい、その持ち玉でまた当たって、まあ、楽しくできました。まあ総合的にでも最初のあのアラオ店の一発目としては、うん、まあ、盛り上がったんじゃないかな。上出来ですよ、皆さん頑張りましたね。さあこうやって公開収録とか、うん、はいはい、うん、ね、皆さんありますけど、寝台入れ替えだったりにぎわってる時には、うん、皆さんいつも言っている、うん、今年もですね、設置台数が多くて据え置き狙いで皆さんお近くのホールでお試しいただきたいと思います。そうだね、あと、はい、公開収録日にはね、うん、ぜひ皆さんおいでいただいて一緒に楽しく、ね、うん、ワイワイ楽しく楽しいよ本当にね、はい、本当バカばっかりしてるからね。でさっきなが本当にラッキーガールなのか、うん、本当バッドガールなのか、うん、はい、そうですね、それも確かめに来ていただきたいと思います。、はい、ということで今日はこの辺でお別れとなります。皆さんおやすみなさい。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 